<coughs> まあ、皆さんこんばんは、それです。ええー、とね、まあ、昨日、昨日、まあ、俺見てないんやけど、なんか昨日鬼滅の刃やってたんだってね、なんか、あれでなんか反対の番、裏番組でなんか、たけしさんと、安住アナウがやってるニュ,ーュスニュースキャスターのって番組で、なんか鬼滅の刃について触れてたんだけど、それでやたらね、なんかビートたけしさんがまあ、 すごいディスってたんやけどね。あんなの見る価値あるかよつってなんかね。うん。面白く。いや、あんなのに、大人もハマるんかつって。いやって、時代も変わったなーとか、なんかね。ストーンが、ね、鬼滅の刃をすごい、たけしさんにディスってたけど。うーん。まあ、俺はね、まあ、中立の立場やけど、うん。うん。ぶゃけ俺ね、たけしさんの番、ね、あの、なんか作っとるあの、映画とかも結構、 こ嫌いじゃないんでね、あの、アウトレイジか。うん。俺あれ結構ね、あの、うん。結構好きなんでね、薬剤映画とか。うん、すごい。うん、だから、うん、だから薬剤、うん、だから、たけしさんも自分そういうグロシーンとかやってるやんって思うんやけど、うん、でもなんか鬼滅の刃に対してすごい、なんかね、ィスてる俺はね、ね、鬼滅の刃、 最初はね、あー、またなんか政権が騒いでるなぁと思ったけど、でもあまりにも騒ぎすぎるから、どんなんかなって見てやろうって言うんで、でもただお金払ってまで見たいと思わんかったよね。だから、YouTube で誰か無断転載している人いないかなって言うんで、それで、探したらね、ちょうど26は全部上げてる人がおって、もう速攻で多分消されると思うたから、速攻で、その人の、ね、動画見させてもらったけど、うん、まあでも、 まあ面白いことは面白かったね。なんか家族愛とかすごい描かれてんだよな、鬼滅の刃って。まあ映画のはあれ、映画チケット買ってね、あれ、嫁と見に行ったんやけど。まあ嫁も泣いてましたけどね。あの、家族愛、煉獄、特に映画はね、煉獄さんとなんか母親のね、なんか家族愛がすごい描かれてて。いやー、俺もちょっと胸打たれましたね。まあ俺も久々に映画っていうのを見て泣いたかな、本当 うん。だからね、ちょっと、うん、たけしさんも騙されたと思って、一回ね、見てほしいけどね、うん。まあ、見にやろうけど、あの人の性格上、多分、うん。多分見ないやろうけどね。うん。いやー、うん。術師会社はね、さすがに俺、ちょっと、あれはね、全然見たいとも思わん。いまだに見ようとも思わんけど、うん、本当に。 うん、まあ、そういうことですね。まあ、タキさんが、まあ、鬼滅の刃をとにかくディスってたっていう話ですね。まあ、これ見たい方は、これね、多分なんかバズーとか YouTube とかで多分このニュースキャスターの番組を上げてる人いると思うんで、まあ、そちら見てみてください。うん、それで、ね、まあ、タキさんに対する批判的なのとかあったら、まあ、コメントください。